教えて小野くん声掛けの技丸一。よし、イベントやるぞ。でも誰に声をかけよう。何人に声をかけたらいいのかな。声掛けって苦手。声をかけるにはいろいろな方法があるけれど、こんな声掛けのやり方もあるよ。丸一、まずはいろんな人に声をかけてみよう。この時闇雲に声をかけるのではなくて、どんな伝え方だと来てもらえるのか練習してみよう。丸二、いろんな人に声をかけたら何人に声をかけて何人来てくれるのか、何人反応があったのかなかったのかを記録して自分のデータをゲットしよう。記録したらその自分のデータをもとに声掛け、10人に声掛けをしたら1人来てくれると分かったとすると、5人呼びたいときは50人に声掛けをすれば OK なんだ。目標が決まると声掛けも簡単。闇雲にやらなくてよくなるからスピードもアップするね。最初に自分のデータをゲットするときもどんな声掛けが反応がいいか試してみよう。まとめ、声掛けをするときはまずは伝え方の練習をするつもりで、いろんな人に声掛けをしてみて自分のデータをゲットしよう。次回もさらに紹介するよ。チャンネル登録してね。